イギリス航空軍団とは現在イギリス空軍で唯一活動中の軍団である。航空軍団の編成は2007年3月15日にデス・ブラウン国防大臣が議会へ公示した。2007年4月1日に航空軍団は打撃軍団と人事、訓練軍団を合併して創設された。国防大臣は航空軍団が 空軍部隊最高司令官1名とその副官2名に指揮され、本部をバッキンガムシャーのハイウィッカム空軍基地に置くことを承認した。現在の空軍部隊最高司令官はクリスモラン空軍大将であり、副官として、作戦、副司令官のヤンマク・ニコル空軍中将と、人事、副司令官のサイモン・ブライアント空軍中将が任命されている。 軍団の指揮下には常設の3つの航空軍があり、かつて打撃軍団に編成されていた第1航空軍と第2航空軍、そして人事、訓練軍団に置かれていた第22二二航空軍からなっている。エアオフィサーコマンディングイン、チーフデピュティーコマンダーイン、チーフデピュティーコマンダーインチーフ、ハットエアシーン UK、シーンアラウンドザ UK、2009年5月14日閲覧。 ニューコマンドオーガニゼーションフォーザロイヤルエアフォースロイヤルエアフォース2009年5月14日閲覧ありがとうございます